アグスタ A119 アグスタ A119 コアラは、アグスタが民間機種場向けに開発した単発エンジンの8人乗りの多目的ヘリコプターである。2000年に、アグスタがウェストランドヘリコプターと合併し、アグスタウェストランドとなると名称をオータムウィンター119に変更した。総発式に比べて運行経費を抑える目的で単発式として開発された。 A119 は設計が始められた当初1970年代に開発されたアグスタ A109 の胴体を伸ばして11人乗りとする方針だったが製造されなかった。1994年にアグスタが金融上回復できるまで航空機の生産は中断されたと想像される。翌1995年2機の試作機が飛行した。最初の1機は 性的試験に供され、2期目は1995年6月のパリ航空省にて公開された。対空証明は1997年取得した。しかし、性能を上げるために、チュルボメカアリエル2アイから、プラットホイット 2PT6 バイトに換装した。設計は、アグスタの修作である A109 を踏襲しているが、単発式になり膠着装置が、 A109 の格納式の車輪からスキット式になり客室が広くなり座席は三席に拡張している。展示飛行のために注目されるように金色と赤色に塗装された2機の試作機が使用された。主な運行者日本国内では大阪の企業が人員輸送用として1機運行している。小原家の自家用ヘリとして登場。ありがとうございます。